ということで、まあいろいろあったんですけど、着きました。あのね、ちょっと荷物をなくしちゃってね、僕は明日も着替えがないんですよね。じゃアシスタントにちょっと着替えはちょっとなんとか手配したいと思うんですけど、あとそうです、あの一つね、あの謝らなきゃいけないことがあるんです。僕は皆さんにちょっと後で説明します。どういういきさつがあったかとか、なんでこんなことになってしまったかということをお話ししたいと思います。明石の、ね、公園よりお送りしております。ね、一回見たけどちゃんと来てた。やっぱお祭りっていいですね。こうやってお祭りがね普通にできるようになったというのはいいことでございます。ワンオークがね、なんかあれですよね、なんかみんなちょっと歌ってっつってなんかちょっと炎上してるんですけど、でもあれ誰かがやんなきゃいけないことなんですよ。どっかで日常に戻さなきゃいけないんで、僕は必ずしもワンオクを批判するようなあれはないです。なんか誰かがやんなきゃいけなかったことだと思うんで、そこに一石を投じたってことは、悪いことではないと思います。はい、以上です。お送りしました明石城公園でございます。それでは皆さん後ほど。